はい、こんにちは。今日はしんちゃんが美容院に行ったお話をさせてください。先日トリミングに行ったところ、トリマーさんにしんちゃんの皮膚が少々荒れているんじゃないですかと言われまして、美容院に連れて行ってきました。診察していただいて、湿疹は出ていないけど皮膚に少々赤みがあるので乾燥が原因でしょうとのことでした。この時期かゆがるワンちゃん多いそうです。ワンちゃんも乾燥には弱いもんですね。かゆがるワンちゃんは乾燥の他にアトピーや植物アレルギーがあるそうですが、植物アレルギーだと顔周りが赤くなるそうなんですね。しんちゃんは顔周りは赤くなっていないし、特別食べるものが変わったわけではないので食物アレルギーはなさそうでした。餌を変えたりおやつを変えたりした時にかゆがったり顔周りが赤くなったりするワンちゃんは食物アレルギーの可能性があるそうです。かゆいのはワンちゃんにとってとてもストレスになるので、とりあえず飲み薬を1週間分出してくれました。薬を飲ませて2日経ったんですが、かゆみは収まっている様子です。そして乾燥しやすいお腹周りにはワンちゃん用の保湿クリームを塗るといいですよと教えていただいたので、早速探してみると保湿クリームとしては売っていないんですね。それで聞いたところ、肉球のクリームでいいそうです。肉球のクリームについてはまた次回の動画でご紹介させてください。話は変わりますが、美容院に行くといろんなおやつやグッズが置いてあって、飼い主の皆さんついつい買ってしまいませんか？私もね、その一人なんです。そして今回もね、買ってしまいました。アレルギーのワンちゃんも安心して食べられるクッキータイプのおやつです。家で一人でお留守番しているのぶちゃんと美容院でいい子だったしんちゃんにご褒美です。もうね、完全に親バカです。ということで、本日はワンちゃんのかゆみについてお話しさせていただきました。また次回の動画でお会いできると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。